はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーション NEXT と先行機体の、最高作の方完成しましたんで、早速やっていきたいと思います。演習場プレイです。はい、こんな感じですね。最高作、汎用機のコスト600でございます。右が、通常時が、あのような感じの性能となっております。そしてパージするとこんなような見た目と性能に変化します。私は今回ね、走行許可1でいきたいと思います。こんな感じのステータスとなっております。初めて登場する機体です。慎重に行きましょう。はい、先ほど完成したんでね、まだ戦場では使っていません。はい、それでは早速やっていきたいと思います。簡単に、まあ見た感じちょっと武装的には実弾の方がいいのかなという感じがありますので、まあ実弾ぶりのような感じでね、今回こんなようなモジュールと、おそらくまあ実戦では多分この感じの、マスタリーでいってみようかなと思ってますんでね、演習場もこれとほぼ同じでやってみたいと思います。あー、やっと完成ですね。だいぶ休日のほとんどをね、プレイしてましたんで、まあ通常でひたすら回して完成でございます。はい、いよいよ演習場の方やってきましたね。普通に歩いた感じというのはこんな感じでございます。まあ、ちょっと緩やかな動きですね。そしてでかい後ろにものすごいものがついてるんですけど、この辺なんか当たり判定ないらしいので、まあ、あくまで本体ぐらい近いところしかないらしいんでね、本体にしかないのかな多分。このなんかこのなんか飛び出してるあたりに攻撃当たってもなんか当たり判定なかったっていう風にちょっと聞いてますんでね、今度まあ確認してからまた連絡したいと思います。はい、それではね、回避の方入れた感じこんな感じで、長押し回避こんな感じで、ガードするとこんな感じですね。すごいな見た目がごつい、マシンガンとか肩についてるぞ肩というか飛び出してますね。すげえなこの見た目。はい、機体スキルの方、ジャイアントバズとロケットブースターパージ、まあ特殊攻撃1のジャイアントバズはリロードによる残弾の回復は行わない。でロケットブースターパージはリロードによって残弾を回復できないが、残弾がゼロになったらパージ可能となる。はい、わかりました。はい、それでは攻撃確認。まあ通常時がこんな感じですね。格闘攻撃がまあ1種類しかない感じですね。普通に振るだけって感じなのかな。でパージしたら結構変わりますね。なるほど。まあまあ通常状態からまあ確認していきましょう。まずはメインとサブあたり、確認していきましょうかね。普通にメイン打ったらビームバズか。足が止まるんだね。一発よろけ、二発でダウン。マニシャした感じは速くない、遅いですね。まあ、足は止まりますが、相手の動きを一発でよろけ取るという意味では、まあ、他の今まで最近あった機体の下メイン打ってるような感じを普通に打てるって感じですかね。なるほど。今度は、サブのザクマシンガンですか。下メインもあるね。下メインじゃねえ、下サブもあるんだね。マシンガンはこんな感じだね。普通に撃てるね。ふわふわ撃つこともできるし、背面でも撃てるのかな。ちょっと、背面ちょっと撃てるけど、ちょっとやりにくいな。狙ってやるのはちょっと難しいかな。ちょっと時々前向いちゃうときあるな。ちょっと慣れが必要ですね。なんか狙ったとこにうまく当てられないっていう感じもありますね、背面打ちは。向いてしまうときもあるな、正面。いや、狙いにくいかな、ちょっと。いや、そうでもないか。慣れだな、これは。こんな感じか。よし、なんとなく使ったら感覚つかめしてきそうかな。あとはメインで、マニューシャメインはできるけど、マニューサブはないね。分かった。で、一斉が下サブがこんな感じか。
し、もう一回ちょっと残弾回復したら確認しよう。下サブ、ああ打ち切れるんだね。ああ、マニュアルがない代わりに、普通に打ち切れる感じの一斉発射ということなんですね。はい、わかりました。で、ジャイアントバズの方は回復が行われないんだね。だからまあ一発レイン当ててバズ、なかなか威力高いですね。で、あとヨロケの方はサブは、9発ぐらいで、9発ぐらいでヨロケ取れるって感じですかね。9発10発ぐらいか、9発ぐらいでヨロケ取れる感じなんで、まあヨロケ取ったらバズーカーってとこですかね。はい、普通の格闘これ1種類しかないみたいなんで、あとはタックルか、ちょっとタックルもやっておきましょう。タックルも普通ですね。はい、あとは、特殊移動と緊急回避だね。普通にやったら特殊移動、まあ、こんな感じで移動するんだね。で、緊急回避が横とか後ろとか入力すればできるという感じですね。なんとなく分かったね。あとは、まあ、残数が回復しないんで、なくなったらパージ可能という感じです。ちょっとバーストシュートを使ったら回復するかもみたいんで使います。あ、回復しますね。したらバズーカも回復するし、緊急回避も回復するという感じですね。あとはパイロットスキルはなるべくこの状態で使うのがベストなのかな。いや、ちょっと癖でマニュアルいきそうになるので、下サブを素早く入れることを忘れないように心がけたいですね。こうやって当てたらもう下サブでもいいのかもしれないですね。誰もいなかったらですけど、もしくはまあやっぱりバズーカでしょうね。はい、それでは、今度はパージしていきましょう。パージしたらよろけるかも確認したいので、この近くでやります。はい、特によろけなしで、パージ後はどうなったのか。ザクマシンガンに、サブンが、シツルムファウストファウスト、呼びにくいねはい、で特殊攻撃1のクラッカー、緊急回避って感じだね。はい、ちょっとやっていきましょう。特に入力もなさそうなんで、マシンガンはこんな感じ、同じぐらいの数でよろけですね。これが特殊1のクラッカー、特殊1のクラッカー吹っ飛ばすんですね。で、サーブ、サーブいいですね。あ、これも背面打ちできる感じかな。あ、そうだね。あ、でも全然違うところに飛んでいく場合があるな。やっぱちょっと背面打ちは難しいのかもしれないですね。普通に当てたらどうなんだろう。連発当たるのかな。当たるね、連発当たる。クラッカーも投げる、当たらない。もっと至近距離だったらいけそうだな。まあ、ちょっと追撃が難しそうだね、これ当てた後。ここぶっ飛ばせるから、ちょっと中継戦はいいかもしれないね。強制ダウンっぽいね、こりゃ。クラッカーが、クラッカーが良さそう。まあ中継戦してて投げて当たればこう完全にダウン取れますね。この間に簡単に中継取れるって感じですかね。で、緊急回避も、まあ、2回ですがありますよと。すごいなこれはなかなか面白い。で、マニュサブは、またない感じだね。こっちはあるけどマニュアルサブなし。マニュサブないということだけちゃんと覚えておかないとね。はい、こんなとこでしょうかね。あとは、パージ後は格闘が、まあ、それぞれあるんでやっていきましょう。これがノーマルんで、前角がこんな感じ。強制ダウンなのかな、これは。一撃だね、一撃ダウン、で横角、横角んで下角、
なるほどね。結構前角良さそうだな。強制でこうダウンを奪えするし、まあこれならね、うまく中継戦やりやすい感じがあるな。うん、悪くないね。なかなか面白い機体だこりゃ。ちょっと早いとこ戦場で使ってみたいね。いやすごい威力だこりゃ。面白いものを手に入れたな。またタックルはここは変わらない。はい、こんなとこでしょうかね。はい、それではね、今日はちょっと、まあ、まだちょっとまだね仕事の方がありますんでね、今日はこのぐらいにしたいと思います。それでは皆さん、また戦場でお会いしましょう。失礼します。